れが基本のルールだよ。どう？わかった？さっきのはチュートリアルの七星召喚は、でもルールは一緒だから、これ…確かに、詳しい説明だった。うわっ！リオナが夢中になって説明していた時からだ。邪魔をしていなければいいんだが。いつ近づいたのか、それすら…もう、なん…キャッツテイルも、モンドの酒造業の一部だ。今日来たのは、まあ…あの人ならここにいない…いや、構わない。このカードは…ディラックのキャラカードだな。七星召喚については知っていたが、このカードを見たのは初めてだ。このカードは、先日あるお客さんがキャッツテイルに来た時に置いてったものなの。でもあのお客さん、カードで遊んでなかったみたいだけど。うん。どんな客だったか覚えているか。顔に眼帯をつけてない、肌が雪のように白い、真面目な表情で、お酒を飲む時には一言も喋らず、ずっと黙ったまま飲んでる、知らない人だったよ。全然知らないやつだから。なるほど、眼帯か。真逆のことを言おうとしたら緊張して口が滑っちゃった。ごめんなさい、護衛隊長。平気さ。それにあいつはもうそんなことを気にする暇もなくなるだろう。じゃあこのディルックのキャラカードは。大丈夫、ただ僕をイメージしたカードというだけだ。でもまさかディルックさんも七星召喚を知ってるなんて。近頃流行りのゲームだからな。ルールも格別に面白いものだ。最近はたまにエンジェルズシェアのお客さん。僕もそのつもりだったが、僕をイメージしたカードがキャッツテイルに残されていたのはいささか興味深い。そろそろ帰る時間だ。一度関係者にじっくり話を聞いてみないと。僕との決闘はしばらくお預けだ。ああ、じゃあ僕はこれで。いってらっしゃい。見送りはしないから。護衛隊長。ガイアさん、何事もなければいいけど。そうだ、ルールも学んだことだし、七星召喚で一回遊んでみない？ルールを覚えたばかりの初心者同士で決闘対戦するなんて面白そうだにゃ。でも正式な決闘には3枚のキャラカードを揃えないとダメなの。3枚のキャラカードと30枚のアクションカード、これで一つのデッキが完成するんだ。じゃあ私をモデルにしたカードを使ってみよう。前に送られてきたカードの中に混ざってたんだけど、ルールを知るまで使い道がわからなかったんだ。でも今にしてみれば、これはスクロースのキャラカードだったんだね。これで私もあなたもガイア、ディルック、スクロースの3枚のキャラカードが揃った。試しに決闘してみよう。それじゃあ今から決闘を始めよう。今までやってきた冒険挑戦とは違って、決闘対戦中、それから用意はとっくにできてるぜ。
おとなしくしやがれ。敗者には、そんな予想外の要素が。
たまない。さっさと。これでキャラクターを一人倒したね。これ。お楽しみは。あ、こんなことになるなんて。
6308式ユニット。サイコロとチャージを消費してスキルを発動する。超拡散形態。6308式ユニット。まだ調整する必要がある。同じキャラカードを使ったのに負けちゃうなんて。ルールをもっと熟知する必要があるみたい。対戦中の取捨選択が難しいね。二人の待機キャラの腕を全部出撃キャラにつけることができたらいいのに。そんなルールないから、スクロースさん。負けたら潔く認める。これもテーブルゲームのマナーだよ。うん、わかった。悔しいけど負けたのは事実だもんね。面白い対戦だったよ。スクロースも悔しがったりするんだな。もちろん負けるのは悔しいよ。それに研究の途中、実験がうまくいかない時は不安にだってなる。特にアルベド先生のような卓越した錬金術師が隣にいると思うと。錬金術やら実験やらはよくわかんないけど、悔しがるのは普通じゃない？カードゲームも一緒で、負けたらリベンジしたい、勝ちたいから腕を磨いてもっといいデッキを構築したいと思うんだよ。うん、技術、経験、それらを全て手中に収めて、そして勝ち取るのが七星召喚の一番楽しいところなの。ずっと勝てなかったら？ずっと勝てなかったら落ち込むけど、負けてすぐ諦める人より負けてもめげずに頑張る人の方が立派でしょ。うん、リオナさんの言う通りだね。スクロースさんは十分強いよ。私から見たら普通の酒飲みおじさん8人分の強さだね。さっきの対戦はレベルが高かったにゃ。ありがとう。負けたのはちょっと残念だけど、七星召喚って確かに面白いゲームだね。ならよかった。また七星召喚を遊びたくなったらキャッツテイルに来て。私と遊んでほしいとかじゃないから、ただここの方が雰囲気がいいかなって。うん、必ずまた来るね。よし、これで基本のルールは分かったよね。私もお酒を作りに戻らなきゃ。ジョインが美味しいお酒を作って、酒場がこれ以上人気になったらまずいもん。ふん、モンドの酒造業を破壊するために私は忙しいの。後のことはジョインに聞いてね。
なるほど、七星召喚のルールについてもう理解したか。ふふん、旅人もスクロースもオイラももう立派なプレイヤーだぞ。オイラはお前とスクロースがやってるところを見て十分理解したんだ。プレイヤーになるのはそう簡単なことじゃない。ナンジラの試練には続きがある。今はまだ真のプレイヤーとは言えないとリトルプリンス様はおっしゃっている。でも確かに七星召喚プレイヤー協会が認める正式なプレイヤーになるには試練をクリアしなければならない。なあ、難しくはないが、とにかくプレイヤー協会が認めた真のプレイヤーになるには3人と戦って勝たなければならないんだ。3人に勝たないとダメなんだ。さっきの対戦は正式な対戦とカウントしてもいい。確かにこの目で見たわけじゃないが、聞いただけで凄さは伝わってきた。相当レベルが高かったんだろう。聞くだけでわかるなんて。これくらいトップレベルの決闘者なら当たり前だ。つまり旅人はあと2人に勝てば正式なプレイヤーになれる。スクロースさんもさっき負けはしたけど、落ち込まないでくれよ。君なら3人のプレイヤーに勝つのも難しくないはずだ。だがその前にジョインよ、初心者に贈るものを忘れてはならない。おっと危ない、リトルプリンス様に言われてなければ忘れるところだった。プレイヤーになる人はみんな秘典の箱をもらえるんだ。さっきティマイオスが言ってた小説に出てきたやつだよね。スメールに住む主人公の少年が屋根裏で見つけたっていう。オイラも思い出したぞ。イニシエの決闘者の魂が宿った秘典の箱だよな。あれって実在するものだったのか。実は全ての七星召喚のボードが秘典の箱になっているんだ。デッキを整頓して保存できるし、周りにいる秘典の箱所持者を探知することもできる。あ、オイラわかったぞ。お互いを探知できるのはきっとイニシエの決闘者の魂が宿ってるからだろ。もしそうなら決闘で魂になった人がどれだけ必要なんだ。お互いを探知できるのはスメールの学者が作った装置のおかげさ。なるほど、がっかり。それじゃあ早く秘典の箱を出してくれよ。秘典の箱はマーガレットが配布してる。マーガレットのところで受け取るがよい。なぜならリトルプリンス様も僕も七星召喚を是が非でも広めたいと思っている。故に秘典の箱を僕たちに預けたらオーナーはすぐになくなってしまうと考えたんだ。オーナーのところで秘典の箱を受け取り、その探知機能を使って誰か一人に勝ったらまた戻ってきてくれ。でもそれじゃあ旅人さんも合計2回しか勝ってないことになるけど。正式なプレイヤーになるための最後の相手は我が招待しよう。それは必ず何時の実力にふさわしいプレイヤーでないとならぬからな。というわけで皆さん、七星召喚の対戦を楽しんでくれ。
とシャブ行が肝試し大会をやってるらしいぞ。ゴールまでたどり着けばプレゼントをくれるんだってさ。でも肝試し大会ってやっぱり怖いのか。肝試し中はお前の後ろに隠れるからオイラのことをちゃんと守ってくれよな。リオナちゃんから失声召喚のルールはもう学んだのかしら。わかった。起点の箱を受け取りに来たんでしょ。起点の箱は便利な道具だものね。これが起点の箱なんだ。そう、スメールの学者たちが作ったボードよ。周りにこれを所持してる人がいたら探知できるわ。これを作った人はどうやら寂しがり屋さんみたいね。そうだな。いくら面白いゲームでも一緒に遊んでくれる人がいなきゃちょっと寂しいもんな。だからゲーマーたち、いやプレイヤーたちがキャッツテールに集まれるのは嬉しいことなの。それはついでよ。大事なのは同じ趣味を持った人が集まれる雰囲気の方だわ。はい、起点の箱よ。これでプレイヤーを探してみて。うん、じゃあ私も相手を探しに行かなきゃ。後でまたキャッツテールで集合しよう。ありがとう。私頑張るよ。
どうなさいましたか？ご用件は何でしょう？オイラたち、七星召喚の正式なプレイヤーになるために3人のプレイヤーに勝たなきゃいけなくってな。で、視点の箱がお前を見つけたんだ。なるほど。でも僕は今見張り中なので。こんな時に騎士団ガイドを持ち出すとは。仕方ありません。それでは七星召喚で決闘しましょう。行こうか。
まさか負けるとは。あなたたち本当に知性召喚の初心者ですか？こんなに強いとは思いませんでした。今度時間があったらまたやりましょう。ただやはり見張りの仕事が終わってからにしていただけると。やった、これで2回勝利したぜ。早くキャッチテイルに戻ろう。でもリトルプリンスが招待した相手って一体誰だろうな。彼にはプレイヤーの才能があると予想していたが、まさかこんなに早く酒場に戻ってくるとは。我が招待したプレイヤーに勝てば正式なプレイヤーになれる。どんな対戦になるか楽しみだ。リトルプリンス様はもちろん、僕も非常に楽しみだ。さあ、招待したプレイヤーはもう部屋で待ってる。相手が誰だろうと、こいつは負けないぞ。そうだろ、旅人。よろしい。運命の晩星が勝利を宣誓したことで、私の心も震えたわ。道徳殺せよ、決闘の心に縛られし囚人。なんとふさわしいのかしら。偉大なる勇気ある挑戦者よ、前へ出なさい。この公女が謁見の間に入ることを許そう。さあ、耳を傾けるがいい。歪んだ時計が鐘を響かせ、輝きを失った天候が遥か彼方へと去ってゆくわ。率直に申し上げますと、そこまで待っておりません。お嬢様、忍耐力を鍛える必要がありそうですね。あれ、この声は。相手は待ちくたびれているようだ。早く行くがよいとリトルプリンス様はおっしゃっている。さあ、七星召喚の決闘を堪能するといい。召喚はその名の通り、この世の七星の名をもって勇者に栄光の冠を奪取するよう命じる至高の秘技。一歩間違えれば未来永劫取り返しのつかなくなるような複雑な工程もあるわ。故に慎重に取り組まなければならない。大元無神羅万象狂気断罪眼を持ち、三千世界と千番の戦場を遍歴したこの公女ほど謁見の間にふさわしい人物はいないはずよ。そうなのか。はい、お嬢様は多くの方々が七星召喚をプレイするところを見てルールを熟知しております。初心者同士の決闘なら
ルールを熟知している人が相手を務めた方がいいでしょう。それもそうだな。そっか、そういえばリトルプリンスは実力にふさわしい相手って言ってたよな。つまりフィッシュルも七星召喚の初心者なわけだ。ふこの公女が一目見れば人が作りし法則の本質を見抜くことなどたやすいわ。ゆえに瞬きの間に生来の姿でこの秘密を隠した扉の前に立つことができた。お嬢様も2回勝利しています。あと一歩で正式なプレイヤーになれるのです。それじゃあこの対戦は旅人かフィッシュル、勝った方が正式なプレイヤーになれるってことか。いかにも。この公女は運命の召喚に応じ雄夜浄土よりこの地に降臨した。それなのにあなたたちはまだその結果を疑うというの？なんとも愚か極まりないわね。お嬢様、大口を叩きすぎると負けた時みっともないだけかと。負けたりしないわ。いかがかしら、異邦の旅人。運命の弦に触れ幽水のレクイエムを奏でるこの断罪の工場を敵に回す覚悟はできたかしら。それではお手並み拝見ね。行こうか。
私は。これは勝利を手にするためのちょっとした必要な犠牲よ。慣れるように。これいものを探しに行こう。
恒例。お嬢様、旅人を直接攻撃するのはどうかと。おとなしくしやがれ。おとなしくしやがれ。さまあない。邪竜の勝機を受けたせいで因果の糸が私の目に暗く映ったのかしら。旅人、これもあなたの計算のうちなの。見事な策略、素晴らしい対戦でした。おめでとう。これで3回勝ったし、晴れて正式なプレイヤーになれるね。やったぞ。あれ、そういえばスプロース、どうしてお前も酒場に戻ってきてるんだ？もしかして。うん、私も2回勝ったんだ。それで酒場に戻ってきたら、あなたたちが最後の決闘を行ってるって聞いて見に来たの。そっか、スプロースも2回勝てたんだな。よかったぜ。ふっ、さすが旅人、宿命の晩成ね。あなたが優秀なプレイヤーであることを認めざるを得ないわ。下級の戦場を勝ち抜いた輝かしい栄誉を称えるため、私の化身をあなたに授けましょう。この化身を使役し、運命のコロッセオで茨の道を切り開くことを許すわ。お嬢様はあなたたちにお嬢様のキャラカードをプレゼントすると言っています。お、フィッシュルのキャラカードだ。
気にしないで。素晴らしき決闘の勝者にはそれにふさわしい褒章が与えられるべきだもの。そうだ、フィッシュルさん、私もついさっき2回勝利したばかりの初心者プレイヤーなんだけど、決闘に誘ってもいいかな？ええ、喜んで。七星召喚の秘技で決闘しましょう。そうだ、ここに来るときリトルプリンスとジョインさんが、あなたが正式なプレイヤーになったら渡すものがあるって言ってたよ。まさか。わかったぞ、絶対あれだ、正式なプレイヤーになった報酬じゃないか。早く受け取りに行こうぜ。雷サイコロを3個消費し、我がしもべを召喚する。いでよ永遠の眷属、オズバルド・ラフナビです。お嬢様、私でしたらここに。だから七星召喚のオズよ。なら私は根源肖像論を使用して大型風霊を召喚する。風以外の元素が付着した場合ダメージがアップするから。なるほど。最終的に勝ったのは君か。僕の予測通りだな。おめでとう。ご苦労だった。今から正式プレイヤーについて説明しよう。正式プレイヤーになった後、最初に渡されるのがプレイヤーハンドブックだ。プレイヤーハンドブックには立派なプレイヤーになるための段取りが書いてある。必ず隅々まで確認してくれ。それからキャッツテイルで七星召喚の関連商品を購入する権利も解放された。これは正式プレイヤーとしての第一歩だ。また友達と対戦したいのなら、招待用の掲示板で招待状を送り、対戦したい相手を酒場に招待するといい。そう、カウンター席の横にあるあの掲示板だ。うまく活用することで友達と一緒に七星召喚をプレイできる。基本の説明は以上だ。もしわからないことがあったら聞きに来てくれ。うん、もちろんだ。ああ、すまない、翻訳するのを忘れてしまった。リトルプリンス様はこうおっしゃった。七星召喚を楽しんでくれって。